さて、一日ビーガンということで、朝からベーコンエッグとか、まあ、ウインナーとか、そういったものはもう一切なくですね、朝は目覚めのフルーツ食べていきたいと思います。で、特にですね、まあどうしてこのラインナップなのかと言いますと、ぜひ皆さんにちょっとおすすめしたい食べ方があるんですよね。さあ、これはキウイですね。そしてこれはあのイギリスとかヨーロッパでよく食べられてますけども、並んでないところないですね。洋梨、リンゴと、これをね、朝は食べていきたいと思いますが、今回ご紹介する食べ方は皮を一切剥かないで食べるということです。まんまかじっていくと。特にまあリンゴはね、よくあるじゃないですか。もうゴリッとね、まんま食べる、よくありますけども、この洋梨、大体はまあ剥いて食べるっていうスタイルでした。でもこれイギリスだと結構そのまま食べるっていう方の方が多い感じですね、見てる感じ。そして今回特に皆さんにとって衝撃が走るのはこのキウイでしょ。キウイってね、ちょっとこうザラザラしてるとこあるじゃないですか、毛があるというか。これをまんまかじる、食べる、これはね、正直私も以前は抵抗があった人です。なんかのテレビ番組で外国人に外国の文化、食文化、スタイルと日本のそれをね、比較する番組かなんかで、キウイ？そんなのそのまま食べるに決まってんじゃんと、そういう外国の方結構多かったんですよ。その番組見て私も結構衝撃だったんですけど、まあいざ試してみたら、え、意外といけるじゃんというところです。それでは洗って準備します。まあね、農薬とかいろんなね、こう人がどう触ったかわからないんで、あの皮ごと食べる際はかなり入念に、水洗いします。まあ、こういうね、コロナ感染とかの恐れもありますからね。じゃあいきましょう。じゃあまずね、洋梨、早速いってみます。うん、あー、美味しい、甘い。目覚めにね、ちょっと乾いた体に、いや、果汁がね、染み渡りますね。もう目が覚める。次はいよいよ皆さんは衝撃受けるでしょう。キウイ、これもいっちゃいます。まずね、このヘタの部分ありますよね。これはちょっとさすがにあれなんで、ちょっとね、外していきます。あ、美味しいな。皮のあたりがちょっと酸っぱいんですよ。とね、内側の甘みと皮の部分の酸っぱみが本当にね、いい感じで、いい感じになってるんですよ。うん、全然ね、喉に引っかかるとか、イガイガするとか、パイナップルのね、ああいうのもないんですよ、全然。いけますよ。うん。
それでは究極のベジバーガー。おお、もうね、もはやパンがないですもん。このパテも完全なベジです。うわー、それでは究極のベジバーガーいただいてみましょう。うん、あ、意外といいかも。パンがないと始まらないでしょって話で、もう頭に固くね、固定観念ありましたけど、まあでも実際にパテと、まあレタスバーガーとかあるじゃないですか、まあ、そんな感じで、まあ、レタスは全然違和感ないですし、まあ単にパンの食感がないだけですよね、味わいが。でも全然いける。で、何よりもこのプラントシェフのミートフリーバーガー、このパテ衝撃です。肉じゃないのに肉みたい、めちゃくちゃヘルシー。うん、ちなみにイギリスはあのボリス・ジョンソンがね言ってましたけど、そのまあコロナ対策の一環なんですけど、コロナで重症化して亡くなる方、結構肥満の方が多いみたいで、その肥満をなくすために国の予算で日本円で150億円かけて対策練っていくと、うん、まあ、そういうことでボリス・ジョンソン自らもダイエットして、あのコロナにね打ち勝とうと、そういう政策を最近発表してましたね。まあ、それでね、報奨金を出すとかも言ってたのかな、そういう専用のアプリとかも作ったりして減量マネージメントする、まあ、そんな政策をね、打ち出してました。まあ、ユニークというか面白いですね。なんか親近感が湧きますね。なんか面白いですね。さて、じゃあ続けてこのベジバーガー、アボカド、ん、生まれて初めてですよ、パンのないハンバーガー。パンとかに含まれてるグルテン、うん、グルテンフリーとか、まあそういうパンとか炭水化物、グルテンをですね、こう除くことによって体調をね、管理する人もいますね。アスリートとかで私結構いる、ね、ジョコビッチとかテニスのイメージですけどね。まあ私はそこまでストイックにはやってませんが、今日はこんな感じで、新しいスタイルにチャレンジです。いける、肉じゃない、パンもない、パンバンズですか、バンズがない、肉もないけど、紛れもなくこれはバーガーですよ。全然美味しい、全然いける、うん、満足感ありましたね。